八つ面山とは愛知県西尾市に位置する山である。標高67.4メートルの男山と標高39メートルの目山からなる。男山では古くからキララの採掘が盛んに行われ、かつては朝廷にも建造された。1900年の事故により採掘が中止され多くの行動が放置されたが、1931年に小学生が 廃坑に転落して死亡する事故が起きたため、一揆を残してすべて埋められた。残された行道は後に、西尾市の文化財に指定されている。また、かつては良質な粘土を利用した用業も行われていた。男山南東側の中原には、大宝年乾燥圏と伝わる、式内社の久さし朝さし神社が鎮座している。現在では山頂に八つ面山公園が置かれ、 男山に設置されている展望台からは、西尾市街を一望できる。また、公園は、桜の名所としても知られている。かつては、岡崎西尾間を結ぶ西尾鉄道が、難読に沿うように走っていた。現在の道の駅西尾岡の山方面から、矢萩古川を鉄橋でまたぎ、八つ面山の南側を通って、名鉄西尾線西尾口駅に接続しており、 ここには八つ面駅が存在したが、1927年当時は、ほとんどの列車がこの駅を通過し、上下に往復のみ停車していた。鉄道時期後は市道に転用されている。AB、八つ面山公園。ウォーカープラス。2014年1月5日閲覧。ABC、西尾市の文化財八つ面山の雲母港。西尾市。 2014年1月5日覧、日久し朝久し神社。西尾市。2014年1月5日閲覧八つ面山公園。西尾市。2014年1月5日閲覧鉄道旅行案内。西尾市岩瀬文庫。2014年1月5日閲覧愛知電鉄電車時刻表昭は2年6月1日。改正名鉄資料館。 名鉄電車時刻表復刻シリーズ1998年ありがとうございます。